スクールオブロックのリスナーの皆さん、こんばんは。宇宙飛行士の星出明彦ですえ。この番組は地上からおよそ400キロ上空に建設された国際宇宙ステーション ISS より放送しています。今日も更新の時間がやってきました、えー。最近の国際宇宙ステーションですけれども、そうですね、あの、希望日本実験棟の中で言えば、えー、メダカの実験、 これは、あの、数ヶ月後にメダカが来て、えー、長期間、まあ、無重力の状況の中で、え育った時に、骨とか筋肉にどういう影響が出るかっていうのを見るんですけれども、あのー、それは、例えば、地上でいう骨粗鬆症ですとか、えー、筋萎縮といった病気、えー、それに対する、まあ、いろんなデータを取れるんですけれども、そのためのメダカさんたちのうちですね、 あの実験装置の組み立てそして点検を行っていますそれから我々自身が被験者になっていろんなデータを取得してますねいろんな医学実験がありますけれども、えー、その中で例えばそうですねあの宇宙に滞在して運動をして、えー、心肺機能にどんな影響があるかといったことも見ていますそれから船外活動宇宙遊泳ですね あの今回 NASA のサニー・ウィリアムズ飛行士と2人で宇宙に出て故障した機器の交換ですとか将来に向けていろんな準備作業を行います実はですねこの放送がかかっているこの瞬間おそらく私は国際宇宙ステーションから外に出てまさに宇宙遊泳をしているところだと思います。 あの、楽しんでいきますので、皆さんもよろしければ、え、いろんな、まあ、ニュースになってると思いますので、え、ご覧ください。では、ここからは、リスナーから届いたメッセージを紹介していきたいと思います。え、まずは、神奈川県14歳の男の子、ラジオネーム、マッチョマンさんからいただきました。ありがとうございます。え、僕も星出さんのように宇宙飛行士になって、宇宙から青く輝く地球を見てみたいです。 ところで星出さんは一体何がきっかけで宇宙飛行士になりたいと思ったのですかそうですね宇宙から見る地球本当に綺麗ですね、あのー、海の青さも、えー、ものすごい綺麗なんですけれども陸も、ね、砂漠があったり森があったり山があったり、えー、町があったりいろんな顔を見せてくれますね あの夜で行くと、えー、大きな都市の、まあ、明かりなんか非常に綺麗ですねイタリアなんかはあの形のまんまあの靴の形のまんま綺麗にあに光でかたどられて、えー、美しいですし日本もあの東京大阪名古屋といった大都市はやはりあのこと明かりが照ってますけれども遠くから見ても非常に美しいです。 それから日が出てくるその瞬間大気の色が変わってくるんですよねあの真っ暗な闇から徐々に青いこう薄い層ができてそれがこう赤くなって太陽が出てくるとあの非常に美しいですこれはあのなかなか言葉では表せないので、えー、本当に皆さんにはご自分たちの目で見ていただきたいなと思います で、えー、ご質問の、まあ、宇宙飛行士になりたいと思ったきっかけですけれども、あの、実はちっちゃい時に、えー、父の仕事の関係で、まあ、アメリカに住んでまして、あの、テレビで言えばスター・トレックを見ていたり、えー、NASA のケネディ宇宙センターに、えー、ロケットを見に連れてってもらったりしてました。それから日本に帰ってきて、宇宙戦艦ヤマトだとか、えー、銀河鉄道39、 えー、そういった SF やアニメをお、まあ、見て、まあ、夢中になってましたよね。で、まあ、そういった現実と、まあ、SF の世界と両方を見ながら宇宙かっこいいな宇宙行ってみたいなって思ったのがあの、まあ、宇宙に行きたいと思ったきっかけですね、あのー。ちょうど僕が高校生の時に最初の日本人宇宙飛行士森さん向井さん土井さんが選ばれたんですけれどもそれまで。 日本には宇宙飛行士っていなかったので、まだ小学校の時には宇宙飛行士になりたいと思ってたわけじゃなくて、宇宙に行きたいと思ってただけなんですけど、あの、高校のその3人が選ばれた後でしばらくしてから、じゃあ、それが職業になるんだと思って、えー、その先はまあ職業としてちょっと考えていました。ってなところでしょうか。はい。えー、続いてのメッセージです。 長野県17歳の男の子、ラジオネーム滝高2号さんからいただきました、えー。僕は宇宙も星出さんも大好きです。ありがとうございます、えー。質問ですが、宇宙飛行士に必要な要素で英語とコミュニケーション能力以外に大事なことはありますか宇宙飛行士目指して頑張っています。応援よろしくお願いします。はい。 そうですね。あのー、やっぱり国際的な仕事をしているので、やはり英語とコミュニケーション能力っていうのは非常に大事ですけど、あとはまあ健康であることっていうのがありますよね。あの、宇宙に行って体調悪くなる、あるいは病気になるっていうと、かなり大変なので、えー、そうならないようにしなくちゃいけないというのはあります。 でやはりそうですねあの、チームワークが一番大事なんじゃないかなと僕は個人的に思います。あの宇宙飛行士って一人で宇宙に行けるわけじゃないじゃないですか。結局、ね、ロケットを作ってくれる人がいて、その僕らを訓練してくれる人がいて、実験を考えてくれる人がいて、そして僕らが宇宙にいる間は地上の管制官がいて、 それからまあ僕らの健康管理をしてくれるお医者さんがいてと本当に多くの人のチームの中の一員だと思うんですよねなのでそこでその宇宙飛行士同士あるいは地上のチームとのチームワークというのは必要不可欠なのでチームワークが取れるということは一番大事だと思いますね宇宙飛行士目指して頑張っておられるということなので、えー、一足先に宇宙ステーションに来てますけども あのお待ちしてますので頑張ってください、えー、まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしていますスクールオブロックのウェブサイトから僕の番組星でロックス宛にメッセージが送れるようになっています詳しい宛先は地上にいる遠山校長吉田教徒よろしくお願いいたしますでは最後は地球から届いたリクエストメッセージを紹介して番組を終えたいと思いますこちらはラジオネーム アジアンカンフー・ジェネレーションで惑星それではまたお会いしましょう国際宇宙ステーションより星出明彦でしたバイバイ